こんな豪華な岩穴、岩穴、岩穴かな、多分岩穴、うん、マスじゃなかった、うんうん、すごい豪華な海鮮ですね、豪華なもの、はい、今日は海鮮、うん、絶対美味しいですね、絶対美味しいです、ね、これ間違いないですね。だから、どんな感じになるか分かんないけど、とりあえずまあ4つ、まだ他にもあるからね、だからとりあえずこれどんな感じになるか、いいね、いいですね、いい感じ、お、汁が、汁がこぼれちゃいけない、汁が、うん、こぼれないように、こぼれないように、汁が、うん、フォトジェニック、あ、逆だ、あ、そうか、あ、そういうことか、あ、こっち、あ、こうちょっと、あ、そういうことなんですか、向きがあるんですよ、うん、そうだね、わかんないですよ、わかんないね、結局どっちか、はい、そういうことなんですか、多分そういうことだよね、汁が下にしないとってこと、うんうん、壊れちゃうってことなんですか、まあまあいいや、うんうん、まだ他にもあるし、そうですね、うん、これとかこの子はもう、どう、この子は完璧ですね、うん、もういいですね、よし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 、これなんつったっけ、これは何にするっつったっけ、これも、これも醤油を、醤油で、はい、予算的垂らして、うん、はい、おお、おお、なんかすごい、どうですか、いただきます、見て、出てきた、でかっ、お、すげえでかいですね、あ、そうだいいですよいいですよ、まだありますからね、ちょっとお見せしますね、こんな感じです、うまっ、マジですか、うん、ちょっと、うん、中の粒貝がこんな感じです、身が見てください、これ、これ絶対うまいでしょ、こんな、やばくないですか、これ、これですよ、ハマグリも醤油なのね、はい、醤油を 2,3 滴垂らすだけで美味しくいただけるそうです、いただきます、うまっ、これ間違いないですね間違いない、あます、勝ちじゃないですか、勝ち、いいじゃないですかね、ありがとうございます、完全な勝ちじゃないですか、いただきます、最高にうまいですね、うまいですね、これ醤油また合いますね、すごい、いただきます、いただきます、めっちゃうめえ、めっちゃうまいな、これ粒貝うまっ、これ買って正解でしたね。そうだね。いきなり大正解なの買いましたね。あ、あれが開きました。ちょっと見ましょう。あ、開いた開いた。お、すごい。お、お、すげえ。ちゃんとしっかり開いて、ハマグリが。見てください、このうまそうな。開いたね。なるほど。うん。だから開いたら、あっつ。あ、なるほど。開いた。あ、でもこれとかもう。もうこれはもうそのままいっちゃった方が、うん、ちょっとこれさ、これ汁をちょっとこっちに、うん、上げて分散させて、分散させて、ではハマグリいただきます、こちらのハマグリ熱々のうまっ、最高じゃないですか、これマジですか、最高にうまいですね、うん、どう、うまいですね、うまい、最高ですね、うん、うまっ、汁もうまいですね、はい、これは大事ですね、これは来ましたねこれ来ましたね、これ綺麗な軍手、綺麗な軍手、最高だな、ハマグリ来ましたよ、これハマグリ来たな、マジで本当にうまいやつですね、本当にね、ちょうど今日暑くもなくてね、バーベキュー最高ですね、最高ですわ、これどうですか、最高ですよ、最高、はい、食ってるめっちゃうまいですよ、これは食ってください、もう最高級のやつですよ、ちょっと食べてみるか、これはもう、いっちゃってください、うん、いただきます、はい、いただきます、ちょっとください、あっち
な。いや絶対うまいよね。絶対うまいですよね、うん、これ間違いないですよね、うん、やっぱりまあまあまあ、うん、完璧じゃないですか。いいね。あ、もうハマグリの汁をちょっとなんとかこぼす。そうですよね、汁大事ですよね、結構。ね、はあ、汁美味しいですから、ね、うん、そうなんですよ。かけてハマグリがこう下になってればいいんですよね、うん、できれば。あれ、わかんないですもんね。醤油がさ、醤油だけでいいのかな。はあ、じゃあちょっとハマグリの2つ目いただきたいと思います。こちらですね、こちらのハマグリ2つ目いただきます。軍手がね、軍手を、軍手借ります。熱々なんでね。ではこちら熱々のハマグリいただきます。絶対やばいなこれ。うわ、うん、うまっ。これやばいわ、これこれちょっとね、やばいよこれ。何これ。こんな美味しいのあります？美味しい、もう、はい、最高に美味しいですね。ちょっと俺もハマグリをもうこれ買えたら、これはちょっとね、これダメでしょ、こんなの。こんなの昼間の2時から食わせされたらね、これダメでしょ。こんな贅沢はちょっとダメなんじゃないですか。いや、すごいなこれ、最高ですね。ちょっと昨日は最高に美味しいお肉をいただきましたけど、ね、今日は今日で。でも海鮮面白いね。いや、海鮮いいですね。海鮮バーベキューも、うん、なんかいろんな種類があるから楽しめるし、もうこれは今度ちょっと我が家に来たゲストへの、うん、正解でした、うん、あそこまで行った甲斐がありました、うん、そうだ、すごいな。ハマグリ超うまいんですけど、これだってさ、まあ、例えばさ、もう来てあのみんなでさ、はい、とちょっとずつ、あ、そうですね、刺して、あ、うん、ちょっとこれ刺して、うん、ちょっといきますか。ちょっとエビを、エビちゃんを、エビちゃんを、エビちゃんを刺します。これでいいんだよな。そうですね、もうこれですね。もう適当に刺して、はい、はい、刺していきます。こういう感じですね。串焼きで。中国の海鮮醤油があったらそれ持ってきようかな。ちょっとだけ甘めの醤油があるからね。あ、いいですね。その方がいいかもしれない。はい、あ。こんな感じです。よし。ちょっと。うまい。贅沢ですよ、うん、まあ、間違いないです、ね。うん、美味しい、美味しい、うまいですか、うん、やばいですよねこれ、うん、これ両親に、うん、いや、これはね、これは面白いわ。これはちょっと最高すぎますね。いいのかな、こんな贅沢しちゃって。なんかね、もうちょっと美味しすぎてね。美味しすぎでしょこれ、ちょっと今ちょっとここに入れたので、うん、あ、どっち、こっちには入れてないか、うん、こっちにも入れてないんで、ちょっとだけ、はい、海鮮醤油だったらどんな味になるのかをちょっと、はい、うん、ハマグリにも、あ、あ、多分これ、ちょっとだけ甘いんだよね。あ、甘いやつなんですか、うん、でも、美味しいと思うんで、ちょっとハマグリにも、はい、うわ、出ちゃった、出ちゃった、出ちゃった、パーンと弾けました、弾けました、よしよしよし、いやいや、入っててね、入っててね。いただきます。この沖縄のね、オリオンビールをちょっといただいちゃって、よし、じゃあ、じゃあ、ありがとうございます。おりゃこれ来た、これ来るわ、これ海鮮にまたビールってのはね、多分大丈夫だろう、はい、なんでこれも生で食えるやつなんだから、あ、うん、そうですね、 そもそもが大丈夫なんです。ネギをかけて、はい、あ、ありがとうございます、うん、
でいいんだと思う、はい、ポン酢今かかったのでも、はい、かけたんで、はい、どんなもの買ってたの？え？この前そうだね、うん、見てて、そうなの、うん、2人のからこれはちょっとやばいですね。どんな感じでしょうか。ちょっと牡蠣をいただきますか。こんな感じですけど、ネギ乗っけて。熱いよ、熱いよ、はい、あ、じゃあ軍手しないと、うん、はい、じゃあいいですか、いただいて、ちょっと牡蠣いただいちゃいます、うん、熱々の、熱々に勝る調味料はないからね。そうですね、うん、熱々が一番、うん、調味料は熱々とかもう揚げたてとかね、ほんと、はあ、いただきます。うんうんうん、うまっ。めっちゃうまいですね。うん、最高ですね。あ、おいしい。うん、牡蠣最高です。うん、すげえ、うん、なるほど、うんうん、もうちょうどいいですね。うんうん、ちょうどいい。あ、うま、これはもう、これはもう勝ちですね。あ、これはもう、これはもうね、これはもう、これに勝るやつはもうないですね、うん、これ一番ですね、うん、一番や、美味しいやつ来ました。牡蠣うまっ。贅沢。いや、贅沢ですよ。この昼飯はね、ちょっとこれ贅沢すぎましたよ。いいのかな、こんな2日連続も俺。しかも、もっと買ってくればよかった。俺、1個150円だろ、これ。確かに。確かに、ちょっと少なかったから。これ、あともう5、6個、そうだね、あと6個ぐらいはいけたんじゃないですか。あ、なるほど。ちょっともったいないです。そういう、うん、そういう感じか。うん、確かに、この美味しさだったら、もう、150円か。10個ぐらいはいっても。確かに安いですよね。これ150円ですもんね。じゃあね、間違いないな。どうしようか。うますぎだろ。何これ。ちょっと待って、俺の食っちゃっていいよ。いやいやいや、一緒に食いましょうよ。俺のつが。一緒に食いましょうよ。これ父ちゃん会社に買ってきたんだけど、いいや、ちょっと食っちゃう、食っちゃう、食っちゃう。全体的に安かったのに、はい、明日いいや、家族でもう一回やろう。明日もう一回やります。うん、いいですね、いいですね、いい色だよ、いいですね、いい色だよ。お、すげえ。うわ、いいね、いい感じだと思います。これはいいね、しずる感ね、すごいね。徐々に焼けてきた感じ。徐々にね、徐々に徐々に、うん、いい色になってきましたよ。これ楽しいよね。うわ、いい色になってきました、ね、焦がさないように。もうちょっとこう、ついた方がいいのかな。ね。まあいいや。とりあえず、とりあえず振っとこう。はい。うん、いやいやいや。そうですね。串が。なんか、その方が、ちょっと、遠ざけた方が、ゆっくり焼けんじゃない。まあ、それはそうかもしれない。でしょ、うん、ほら。ほら、転がんないように、うん、やっぱ焦げちゃう。いいんだよ、焦げた。いや、鉄突進する。こういう風にすりゃいいんだよ。こういう風にする。こういう風にする。あ、そういうね、うん、あ、確かにそうだ。もういいね。もういい味、いい感じ、いい感じになってきた。焼けてきました、ね、やっぱ、うん、そう。これはすごいな。あ、つけ、あ、やべ、焦げ、あ、これぐらい、これも長い、うん、これぐらいがいいね。あ、もうちょうどいい感じ、ちょうどいい感じ、うん、うお。これはやばい。
これなんか贅沢ないいね、豪華な豪華なランチになっちゃいましたけど、ちょっと足伸ばすとね豪華に、ね、なんか大きいね、すごいですね、いただきます。うん、ね、母ちゃんはビールは飲めないって送ってるんだって。ん、母ちゃん運転でうまっ、まさに飲んで、うん、どうぞ、みのやつ、みのやさんどうですか、焼けてる、最高に、はい、はい、もう焼けてますね、焼けてる、はい、しっかり焼いちゃってください、うん、あゆ、こんな大きいのね、すごい大きくないこれ、すごい美味しい、オーメンのあそこで食べるのもこれあゆ、あれ違うだろ、ちょっとか、ですです、できました、少しね、まあできてるでしょ、うま、どうですか味は、美味しい、めっちゃ美味しいですね、めっちゃ美味しい、うん、すごいですね。もうちょっとやっていい？そうだな。うん、あ、こっち側。オッケーオッケー、じゃあそれ。皮がバレてこないな。ああ。ああ、そうだね。ミノやるか？ちょっともうちょっとそうですね。ミノってうちの娘。ミノリさん。ミノリちゃん。ちょっとじゃあちょっともう一回、はい。近いですよ。近い。で、はい、海のものも。あ、そうですね。はい。海の山も。海鮮の、そうですね。海も山も、うん、はい、近いです。風光明媚な感じ？はい。そうですね。海まで20分とかで行けるんで、うん、はあ、あ、いいとこじゃないね、そうですね、結構一応は場所はいいとこです、うん、でも嫌なんでしょあ、なんか住むのは人気がないっていう住むのは人気がないんですが、でも、ね、だって美味しいものは、うん、海の幸と山の幸と、なんだろう、何かを変えればいいんだね、きっとねそうですね、なんか多分観光の、多分なんか広報が悪いんじゃないですか、うん、その宣伝が、ね、はい、宣伝の仕方ですよ、子供の育つのにいい環境とかね、はあ、なんかそうですよ、多分市役所の問題ですよ、市役所の問題です、はい、そうなんですよ、だから文句言ったんですよ僕、ちょっともうちょっと宣伝の仕方考えた方がいいですよって、ね、はい、ね、はあ、これもうまいな、うまっ、これがこの子たちには醤油をちょっと垂らしても美味しいですね、そうだったこの間、そう、いいか、じゃあ辛すぎたな、辛かった、あったちょっとしょっぱかったかな、じゃあ後からつける、出してから、うん、出してから手前でつけないの、そうだよ、うん、我々のメインで持ってきたんですけど、いいよ食べて、どうよ、うん、でっかいハマグリあんだよ、ありました、ほら高いな、1個250円に、うん、だからでしょ、うん、でも千葉ですよ、うん うん、うまい、うん、これでもさ、このさっきのちっちゃいやつを買ってきてさ、あのちっちゃいバーベキュースタンドで飲みながら食べたら最高だよね間違いないです ね、絶対美味しいです、まず稼ぐことは、そうなんだけどさこんな贅沢したっていいのかなと思いながら持ってくなよ、え、あ、これかこれが、いや、これ美味しいな、これエビの足って食えないか、え、うん、白いズボン、これは醤油かな、うん、皮のまま、皮ごと食える、うん、食えるとうん、ポン酢かな、ポン酢、いや、すごいな、これあ、うん、うまい、これはうまい、ポン酢だとカニの味になる、
高にうまいですね。ね。はい。あ、いいね。うん、これは美味しい。雨やってていいね。エビ食べた？うん、いただいた。食べた？うん。本当かよ。うん。あ、すいません。あ、ありがとうございます。いやー、もう、あ、ありがとう。はい、どうしたの、こんなおしゃれな。おしゃれな居酒屋さんみたいな。川までみんな食えちゃう。あ、本当に？バリバリ。ミートがうまい。うん。なんかさ、昔どっか海に行った時、朝、漁師さんがお鍋に入れて、お味噌汁。伊豆だろ？あ、伊豆行った時。ね。あ、よかったな。うん、泳いでんだから、鍋の中で。うん。で、跳ねるからまた押さえといてさ。なんていうこと。あれあれや。小学研究室かなんかの時の、うん、まだ本当に若い頃だよ。うん、若い頃。みんなはカキ食って、カキ食って。いいよ、いいよ。カキ食って。せっかくだよ、カキ食べたけど。うん、いやいや、どう？カキ、カキ食いたい？私は。うん。いや、みんなはちょっと、カキ、もっと買ってればよかったね。カキ食べればいい。なんか、10個ぐらい買ってくればよかったですね。こんなにね、どうぞ。なかなか、ありがとうございます。すいません。でも、居酒屋だったら1個500円はするよな。うん、いいね。動いてますよ。いやいやいや。焼きって初めて食べたからね、うん、やっぱちょっと焦がした方がいいのかな、うんうん、よく焼いた方がいいよく、うん、皮がね、パリパリっていうのが美味しいんだけど、うん、なんか洋食の皮がなんか硬いな、うん、そう、じゃあ今度釣ってくれいいんだな釣ってくれいいって難しいぐらい。大八木がと一緒に行った時のあれはまあ洋食というわけ、まあでもあれ洋食か。釣りが好きなのみんな。釣りに行ったの。いや、あの時ハマってただけ。今やってるかわかんない。これ。ハウリじゃ。ちっちゃいな、中国製なの？うん。ハウリいただきます。すごい。冷凍で持ってくるの？でかい。でかいハマグリ。あ、こっちの方がでかい。まあ、いいか。あ、大丈夫ですよ。もうこれで大丈夫ですよ。はい、これいただきます。あっつ。すごい熱いこれ。いやいいよ、お父さん、ハマグリいいよ。ハマグリはいらないよ。じゃあ食べるよ。分手しようこれ。半分に包丁で切ろうか。あ、いいよ。いいんだから。すごいですね。おにぎり？ああ。焼きおにぎりもいいじゃない？焼きおにぎり。うん。そこで。うん。めっちゃ美味しいですね、美味しい？最高ですね。マジだよ。冷凍でいいんじゃないの？いや、これは美味しいですよ。ほんと？このハマグリは、うん、美味しい？これもう、はい、さっきのもいや、これはもうちょっと違う？もう、はい、こっちの方が美味しいんじゃないかな。マジか。さっきよりこれちょっと、もうちょっと買っといた方がよかったな、これ250円のやつ250円を250円を250円4つぐらいいっといてもマジか。これ美味しいな、これすごいですね、これ4人ぐらいに2個しか買ってこない俺たちのメインだったのあの中学生のちっちゃい方がちっちゃい方がいいやつってちっちゃいちっちゃい4人いるのに2人分しか買ってこないっていういいよ、これ2個やろねえ、お邪魔したんだからうん、なるほどうん。うん、美味しいことは美味しいけど、250円はどうかシビアだそうだね、うん、確かに美味しいっちゃ美味しい、うん、100円だったらな、うん、じゃあ次回はやっぱチビハマグリするんだね。そうですね、うん、じゃあ今回、うん、なんか上の方これおおすごい出た、アクシデ出たこれ全部食べられるの？アクシデですね、うん、はい、このバターはこんな感じだよ、これどう？おいしい、
あ、これなんか海水っぽいな。海水ちょっと出す海水は頭がうまい、うん、あ、そう、うん、まあちょっとこのままさぶっ刺していきますか。サザエちゃん、サザエさんを、うん、海水なのかな分かんないですけど海水っぽい味が。千葉さんだっけ、千葉県さんだっけ。あ、出た、出ました。うわ、出ました、サザエ。うわ、バーバリアンだね。いやいただきます。これ使おう。さっきなんでサザエいらないっつったの？嫌いなの？サザエなんか食わず嫌いでなんかあれだったんですけど、うん、怖いよねちょっとね。ちょっとはい、見た目がフォルムがあれだったんですけど、うん、ああ、いただきます。うんうん、うん、なるほど、美味しいですね。うん、黒いは黒い部分でも苦いね。苦いからね。はい。これか。こうですね。うん。うん。ああ、なるほど。な、うん。うん。うん。あ、うまい。美味しいですね。なるほど。うまい。うん。ああ。うん。美味しい。うん。なんこれはなんか高い気がするわ。そうですね。うん、これは確かに。ね。サザエはいくらだったの？サザエはね、でもサザエ3匹で351円だから。あ、じゃあ安い。安いか。うん。だって、ね、江ノ島だと1個500円ですもん。いや、そうだろ。へえ。お土産に。へえ。もうちょっと行ってたんだ。はあ。うん。美味しいですね。ね、美味しいね。ああ、確かに。全然。確かに、ちょっとテンション上がるね、これは。はい、うん、焼いて食べるっていうのが、また、うん。これは。バーベキューで食べるのが、最高ですね。一人一個ぐらいは必要かも。そうですね。これはちょっと、やっぱり。一人一個必要だろう。はい、ね。一人一個これがあると、ちょっとテンション上がる。上がりますね、うん、これは。海鮮バーベキューするっていう感じがする。あ、これはいい。美味しい。いやー、これサザエうまいな。ちょっと予想外でしたね。